ちは。そうです、ここは引きこもりの引きこもりのショールームになります。引きこもりぼっちのショールームになりますので、皆さんそこだけよろしくお願いします。ハロー、こんにちは。まだね、こんにちは、死んでたんですけど死んでたんですけど、まあそれはまあさておき、皆さんお元気でしょうか。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。みんなこんにちはって言ってくる。もういいよ別に。私が引きこもりぼっちマンです、こんにちは。ですね、ちょっと今日は映画を見に行ってきました。何の映画？なんか明日のクラクラあるからさ、本当はレッスン場行こうかなって思ったんだけど、なんかそれどころじゃない感じが今していてですね果たして明日私は無事に終えられるのだろうか。明日当たってる人いる？明日当たってる人いますか？あ、はーい、昼公園。明日大丈夫かな？私は果たして踊れるのでしょうか。立ってる？なんかね、外れた。ちょっとね、体調が良くないんです。ずっと良くない。なぜ5月だから、最近ずっと悪いです。またパンクするかもしれない。去年もこのぐらいにボーンってなって、多分7月か6月か7月まるまる公演休んだ気がするんですけど、こんにちは。心の問題。心は体の後についてくるものなので別にいいんですけど、心は大丈夫なんですけど、あ、でも逆なのかな、心があれだから体が悪いのかな。
どっちにも要因はあると思うんですけど、ちょっと眩しい、暗いから明るくするね。私さ、普段私服制服、ちょっと喋れないちょっと喋れないんだけど、普段さ生活するにあたってさ、さっきぐらいのね、明かりでいいのよ。本当に暗いなって、普通の人だったら暗いなって思うぐらいの明かりでよくて、なんかお店とかもちょっと暗いお店の方が好きなんですけど、なんかビカビカにライト焚いてるところとかも本当にね、頭痛くなってくるんだよね。だんだんなんかその目に入ってくる光量が多いと死ぬんですよ。だからドラキュラなのっていうね、全部噛んだダダダダダって なったね。なんかあれだね、ドミノ倒しみたいになってた。こんにちは。それでさ、友達がさ、あ、友達いないんですけど、友達がね友達がいないんですけど、まあ友達と言っていいのかわからないですけど、そういう存在の人がね、なんか最近なんか全部うまくいかなくて病んでるんだよねって言ってて、でも5月だからみんなそうなのかなって思ったの。なんか天気も悪いしさ、なんかちょっと気分が浮かばないっていうか、浮つかないっていうか、なんていうの、気分が良くならない感じなのは、やっぱこの天気とか、なんていうんですか気候とか、晴れたり雨降ったり温度差激しかったりするじゃないですか。5月病なのかな。あ、そう、気分が上がらないのは5月病のせいなの。なんかそのなんか友達なのかなのか分かんない人は、なんかね、まあ一応普通に会社で働いてるんですけど、なんか みんなそんな感じなのかな。そしたらさ、なんか自分だけじゃないからさ、まだなんか救われるみたいなとこあるんだけどな、私。その設定設定じゃないんだよね。でも本当にそうだから、私が友達って思っても向こうは持ってないかもしれないじゃん。意味わかる。私がどんだけ好きでさ、なんかこの子と友達って思ってても、向こうはえ、お前誰みたいになってるかもしれないじゃん。そんな仲じゃないけどみたいな。だからもともとなんか人間に期待してないから、なんか期待しちゃいけないっていうブレーキがかかるんです、勝手に。だからなのか知らないですけど、新しい環境、確かにね、いろんな要因はあるだろうけど、新しい環境ね、
気を張っててぷっつり切れるのが1ヶ月ちょい経った今。ああまあ確かにそういうのもあるか。大変だ。こんにちは。休憩終わっちゃう仕事。はい、お仕事頑張ってね。この時間にやるメンバーいるのかな。いないか。バイト終わった。バイトお疲れ。すごい世界が動いてる。そうだよね、普通に金曜日だもんね。世界が動いてる。世界が動いている。あれ今日土曜日。あれれれれ、昨日金曜か。え、昨日金曜。もう曜日感覚ゼロなんだよね。明日土曜かと思ってた。あれれ、この仕事はマジで土日とか以外あんま意識しないからね、曜日を。もうなんか今日何曜日なんだろうぐらいのテンション。うん、いや普通に疲れてるとかじゃなくて普通にあんま気にして生きてない、曜日を。
こんにちは。あれ、なんかあれだな、今日はうまくいかないな。なんでだろう。毎日さ同じことしてるのにさ、なんでうまくいく日と行かない日があるの？不思議。デイキャンディーに合わせるよ。買ってきた？気温とか湿度とか、そうなのかな。なんか自分のむくみ具合とかにもよるだろうけど、やっぱね、顔面がね、あ、今日漏れたっていう人、なんか、あ、今日はなんかダメだなっていう人、2パターンあるんです。なんかだいたい急いでてちゃっちゃっちゃってやっちゃう時の方がうまくできるのはなんでなの？余計なこと考えてないからかな。今日とかみたいにまったりやってると全然上手にできなかったりするんですよね。なんでなんでしょうか。いつも河内？みんなはさ、やっぱ推しメンフィルターかかってるから、そりゃそう見えるかもしれないけど、こぼれてる、やだ。なんかこぼれてる、うざい。もういいや、後で着替えよう。どうせパジャマだし、洗ったら取れるやろ。誰こぼしたの？いや、こぼしたのは絶対的に自分なんだけど。
さっきねココアを飲んだので多分それの粉がついてた。最悪。だいたいさ、なんか新潟ちょっと歩くだけだからレッスン着とかでも全然外出ちゃうんだけどさ、なんかこの間さ普通に歩いてたらさ、なんかダンサーさんなのかな、なんかの集団がいてでそのちょうど待ってた列とかぶっちゃったのね、そのダンサーさんの列めっちゃ馴染んでた私めっちゃ馴染んでるなって思って、なんか普通に外国の方とかもいて、なんかめっちゃ英語で喋ってたりとか、なんかダンサー集団みたいのがいたんだよ、なんかスウェットに T シャツにみたいな、そこに私めっちゃ馴染んで、あたかも一員かのように振る舞っといたんだけど、なんかでもそういうストリート系のさファッションのなんかイベントがあったのかな、わかんないけど多分ダンサーさんだと思うんだよね、ああいう服着てるの、あなんか動きがなんか動きがダンサーだった、大会みたいなあったのかな、なんかでもめっちゃ英語喋っててリスニングテストみたいな感じ聞いてたんだけど、なんかダンスのジャンルの話をしてたからダンサーなのかなって思ったの、なんかジャパニーズカルチャーなんとかかんとかヒップホップハウスなんとかかんとかってめっちゃ上げてて、あダンサーだやっぱりって思ったんだよねなんとかかんとかっつって、なんかディスカッションみたいな、なんか日本の文化がなんとかかんとかみたいな言ってて、誰だ全然わかんねえと聞いてたけど、なんか大体そんなような話をしてて、なんか日本とは違うカルチャーがどうしたこうしたみたいな、なんか おもろかったよ、なんかイマジネーションなんとかかんとかみたいな、めっちゃ英語喋ってるわと思って聞いてたけど日常会話聞き取れてないのよ単語だけ入ってくる単語だけ覚えてた、ただ絶対めっちゃ馴染んでてそろそろ話振られるかもって思ってた、ずっと列の一番後ろ私もなんかでもみんななんか身長高くて、私だけなんかチンチクリみたいな感じだったんだけど、女の人はみんな身長高かった、やっぱある程度さダンスとかさ表現することにおいてさ
身長ってさ大事だなって思う。なんか大きくそれだけ表現できる。逆に身長ちっちゃくてもすごい大きく見える人とかすごいなと思うし、振られてもそれなりに対応し、あ、いや、やーやーやーみたいなね、やりそうだよね私だったら。え、そろそろ振られるって思って謎にドキドキしてた。でもなんかなぜかなんだけど、でこの間もなんか東京でお仕事あった時に普通になんか外国の方のを見てたの、かっこよくて、なんかわーすごい筋肉ムキムキだなと思って遠目ですごい見せたら、めっちゃリガの方見て超笑顔でウィンクされて、え、これ私だよねみたいななんかレスくれたんだけどと思って笑顔でウィンクされたんだがと思ってなんかはーいって言っといたレッスンもらった。すごい私が多分ニヤついてたのかな、あまりにもムキムキでかっこいいから。3人ぐらいいてめっちゃウィンクされた、かっこよかった。やっぱなんかでもレスってもらえると嬉しいもんだなってその時に気づいたよね。なんかうちのファンの子たちはレスしてもノーリアクションだからなんかやりがいないんだけど、なんでリアクションしてくんないの。嬉しくてにんまりしてしまう。いやいや、にんまりすらしてないよ。マスクしてるから分かんないだけかもしれないけど、なんか無反応だから、なんかこれ私レスしてる意味あんのかなって不安になる。マスクの下はニヤニヤしてる。そんなの分かんないもん。やっぱ態度に出してほしいよね。伝えなきゃ伝わらないんだよ人には。やばい、なんか深そうで浅いこと言ってる伝えなきゃ伝わらないんだよ人には。後になってあれ自分にだったよなってなるの。いやいや、それでもほんとこっち側わかんないから、なんかあれ喜んでないのかなって思っちゃうよ。もう思いっきりニヤニヤしてほしいし、なんならなんかもうすごい喜んでほしいのに、なんかこれやってる意味あるかって推しに思わせたくないじゃん、自分がファンだったらね。だからもう絶対もう私だったら飛び跳ねても喜ぶけどな、私が好きなアイドルにレスされたら。もうなんなら自分のじゃなくても自分のになるじゃん、自分が喜んどけば。はい、今の絶対私ですってやっとけばはいはいはい、私です私です、ありがとうございますってやっとけばさ、すごいもう自分のものにできるから、そうやって幸せに生きていきたい。
だってテープすらスルーするんだよ。ひどくない？やばい、マスカラないかも、はあ、マスカラもないのか。何があれってさ、買いに外まで出なきゃいけないのがだるいよね。なんかコスメとかもウーバーイーツしてくんないかな。コスメのウーバーイーツ絶対儲かると思うんだけど、誰かやった方がいいよ。それで特許取っても早めに。いや、そうなんよ。下手したらパジャマで一日全然いられる。なんかブスなんだけど、どうして？今日はね、ブス。これでめっちゃブスだったら、じゃあ謝ってね、私に。あ、ごめん、なんかやっぱ今日ブスだったって、私に謝ってね、ちゃんと。俺らが間違ってたって言ってね。本当だったらやばい。言ったね。言ったからね。ナメは控えめにのせる、はい、目頭、目尻、目頭、目尻、いいんじゃない？いいけどブスだな。なんで今日こんなブスなんだ。何がいけない？何が足りてない？足りてないんだ。リップ？
何ブスなんだけど今日なんか顔が違う。何故ほらなんか今日いつもと違くない？今日いつもと違うんだよね。なんで？ちょっと一瞬ミュートするね。聞こえる？あれ？なってないな。なんでだろう？しりとりできた？しりとり。しりとりできましたか？しりとりしてない。あのこれは重罪ですね皆さん。
皆さん、それは重罪ですよ。今日ブス、ほんと無理。どうしよう。どう修正していけばいいかわからない。ここから。めっちゃ可愛いと、何も分かってないよね。何も可愛いって言っても怒られる。本当さ、何も分かってないよね。どうしようかな、普通に巻き下ろそうかな。巻き下ろしてみる。黒くて見えない、巻き終わりは。服が黒くて見えない。ああ、まあいい感じかな。今日は超美人なんだが、みんなは本当に推しフィルター外してください。早く推しフィルターを外してください。推しフィルターしてるからね、そうやって何でもかんでも可愛い可愛いっていう、よくない。本当に緩く巻いてみる。緩く巻いてみよう。もう正解が見えないから。
昼巻きで行ってみます。こいつずっとキモいな。何？さよなら。我々が焦燥。いや。謝ってって言ったよね。今日リカ漏れてないんだけど。全然。顔が。何足したらいいと思う？逆に引くでもいいけど、シャンプーでストレートに戻るの。そうだよ、かわいいね。シャンプーでストレートに戻るよ。不思議だったのかな、ずっと。女の子って髪の毛巻いてもシャンプーで戻るのかな。かわいいね。知らなかった、知らなかったんだ。不思議だったんだろうね、いつも。シャンプーしたら戻るよ。かわいいよね。素朴な疑問だったんだろうね。落ちてくる、私なで型だから。なんか私巻きすぎるから先にね、若干トリートメントっぽい整髪剤っていうの、なんていうのをつけてるので、ちょっとなんか若干乾いてないんじゃないっていうのは気にしないでください。そういう髪の性質なんです。巻きすぎちゃうんですよね、いつも。だからちょっと低くなるようにやっちゃってるんですけど、気にしないでください。え、なんでさ、こっちこんなさうまくいくのにさ、こっちいつも下手。いつも下手。ふわり愛のさ青森編さ見てね、楽しかったから。ゆなこと見張ると言ったやつ、なんかいつも一人だったから心細かったけど、今回はメンバーがいたので、いつ
つもより楽しくできました。はい、曲がってる？ちゃんと。鳥取編も楽しかった。嬉しい。さっきからね、4回ぐらい火傷してるんだけどね、1回無視してる。4回ぐらいね、やけどしてる。今のところ中指がジンジンしてきてるから、中指のやつだけ冷やさないとやばいかなっていう感じ。一旦いいや。ちょっと一旦ね。一旦。なんとか関東でも見たい。ね。ちょっとだけ明るくするね。髪の毛見えないから。負けてる？負けてるっちゃ負けてる。負けてるけど、ここだけもう一回やろうかな。ちょ、まぶしい。まぶしい、まぶしい。ここだけもう一回やりたい。どうしてもうまくいかない。あ、いった。やり直してみるもんだな。え、光に、え、だから言ってんじゃん、私光マジで無理なんだ。眩しい、眩しいって頭痛くなっちゃう。頭が痛くなるのです。何が足りない。なんかブス、チーク、チークと、チークじゃない、チーク足してみる。いや、悪あがきだったかもしれない。いや、悪あがきだったかもしれない。
どう？まつげか？どんどん濃くなる。だマスカラないんだよもうね、多分これカスカス。カスカスなんでしょうね。ひとまつげでしょう。あのさ、誰かがまとめないと一生数やってたよ、あんた数スズメバチとかツルメとか、
前髪伸びてきた。嬉しい。前髪伸ばしてみようと思ってるんだけど、どう？それはちょっと違う。なんかしばらく黒髪で、そう、なんかちょっと今日喋れないんだけど、しばらく黒髪で行こうと思ってて、そうするとさ飽きちゃうじゃん。だからなんかもっとなんか変わったなって分かる方法ないかなって思うんだけど、唇が可愛いのがムカつく。なんでムカつく？心鬼せまっていうか唇可愛くないし別に。絶対邪魔になって切っちゃうに一票。それはね本当にそうだと思うんだけど、で3時半ぐらいから始めたよね。もう1時間経った。早いね。もうそんなやってる？もうそんなに経った？え、今日なんかブスじゃね？広島は天気悪いね。そっちは天気なんとですね、皆さん引かないでください。今日一回もカーテン開けてないので分かんないです。今日一回もカーテン開けてないんですよ。分かんないです。新潟晴れてますか？わかる。カーテン開けない日があるよね。でしょ？しかもさ、遮光カーテンだからさ、真っ暗暗暗暗暗すけなんだよね。今開けたら雨降ってた。あ、ほんと？真っ暗な部屋にいたい派なんです。どっちかっていうと。
夜にテンション上がる派なのね。そう、今日インスタめっちゃ投稿したよ。投稿したよインスタ見た？インスタ見た？靴かわいいでしょ、靴。上、ビール飲みたい上って言っちゃった。ビール飲みたくなってきちゃった。確かにいいね。でも今日飲んだら明日死ぬから絶対飲まないけど今日飲んだら明日死ぬから絶対飲まないんだけど、そういう日に限って飲みたくならない。ではビールが一番、生ビール、レモンサワー。ハイボールはねちょっとわかんないまだハイボールの美味しさわかんないんです。でも一番太んないって言われますよね。ハイボールの良さが私はまだわからない。でも多分何ヶ月後かにはもう、何ヶ月後かにはもう多分ハイボール最高って言ってるかもしれないので、それだけあ、リカちゃんハイボール飲めないって言ってなかったみたいな、ならないでください。もともと私ビールも飲めなかったんです。でもなんか富山で美味しいクラフトビールを飲んでから飲めるようになったので、多分そうなったら多分ハイボールも今は飲まず嫌いしてるだけで、多分飲んだらハマるんだと思う。美味しいウイスキーで作ると美味しい。でさ、なんかじゃあ お酒美味しい ウイスキーとかわかんないから私バカ舌なんですよ本当に。
梅酒も好きだよ。梅酒は大好き。よく飲めます。梅酒、レモンサワービール、あと焼酎も飲める。日本酒も好き。お酒女。梅酒美味しいよね。なんか梅干し自体好きだから梅酒めっちゃ好きです。こんにちは。ハッセンとビール、時と場合によるんじゃない。全く違うものですからね。ほんとなんか私にとっては、なんだろう、ほんと違う。最近飲んでない。マジで飲んでない。仕事でぐらいしか飲まない。だから本当は青森で飲んだので最後ぐらいか最近飲まなくなった。あ。今思い出した、シャンプー切れてたんだった。なんで今なんで今すごいシャンプー切れてたの思い出しちゃった。急に今のが人気なんだろう。アットコスメ。みんな何のシャンプー使ってる？いつもトリガーが謎。今はひまわり、エッセンシャル、椿、パンテン、メリット、夜いい？なんかわからないな。
夜目さらさらになる。夜いい、夜いいって言ってる人が多数いらっしゃる。まあ、私は全然違うの使ってんだけどね。なんやねんっていうね、お前なんやねんっていうねやつですよね。いつもゆうたさんのやつか、あのレディークでもらえるやつ、レディークかディディでもらえるなんかあのいいやつか、いいやつ買うか、あとはないしょ内緒、私のやつめっちゃいい匂いするんですよ、だから内緒です。内緒っていう前に内緒っていう顔して。秘密です。リカのねめっちゃいい匂いするんです。でも多分みんなほんと知らないと思うから内緒。ミステリアスやわでしょ、やっぱミステリアス目指してるから。これがモテる秘訣ですね。でもね、なんかじゃあ匂いだけ説明すると、なんかお風呂入って人に会うと、風呂入ってきたってすぐバレるぐらい香りが強い。ほんとなんかシャンプーの匂いするっていう感じの匂い。気になるじゃん。めっちゃねいい匂いのやつなんです。なんかもし、あ、もうこれかもって思ったら DM してきて、リカちゃんもしかしてこれって。ボトルはねボトルはね、かわいいボトル、なんかねかわいいボトル。
ボトルの色は色言ったらバレるなって感じ。色言ったらバレる。違う違う、そうじゃない、そうじゃないと思う、そうじゃない。秘密、秘密です。もうこれ以上は言えない。あ、でもリカが一個前に使ってた香水じゃあ教えてあげるよ。もうあの今違うの使ってるか。私さ、なんか香水いっぱい持ってる人って浮気症なんだって。私香水めっちゃ持ってるんだけどリカのね、リカのね香水見せてあげよっか。教えてほしい、教えてほしい。本当は教えたくないんだけど。ね、ちょっと待って撮ってくれ。いやこれはね本当に言いたくないんだけれど、本当に言いたくないんだけれど、可愛いんですよこれ、これです。これめっちゃいい匂い、甘い女の子の香りって感じの匂い。結構使った、もうこんなに使ったんですけど、今もう違うのにしちゃった。シーファーですね、ピピエルシーファーってやつ。佐藤のあちゃんのやつかな、なんかがモデルっていうか考案っていうかなんかしたやつかも。めっちゃねいい匂いする。これ甘い、甘い系、甘石鹸系女の子って感じの匂いになります。シーファー、ピピエルのシーファーってやつ。なんかなんて、なんのシーファーピピエルって調べたら出てくるよ。かわいいでしょボトル。しょうがないからインスタに載せてあげるよしょうがないからインスタに載せてあげるよ。めっちゃいい匂いこれ、すごいおすすめ、映えるし。でもね値段はそんなにしないはずです。なんか普通のブランドの香水とかよりも安めかな。これはめっちゃいい匂い、女の子におすすめ。男性はなんかつけてたら、あ家に女いるって思われるからつけない方がいいいいか、まあ、趣味で私の匂いを嗅ぎたいっていう人はなんか買ってもいいかもしれないけど、別にそんな人いないだろうからあのこれはね結構評判いい。何の香水使ってるって聞かれました。購入検討嘘でしょやめてよ、キャラじゃないよ でもねすごいいい匂いなの。なんて説明したらいいんだろう。私はすごく好きな匂いなんですけど、でもなんかね賛否両論だったんだよね、その口コミみたいの見たら。だけどなんかお店行った時になんか嗅いでみたらいい匂いだったからこれも買いました。そう、佐藤のあちゃんのやつだよね。これめっちゃいい匂いなんでおすすめです。だけどあの
だけど私は今使ってる香水ばらさない主義なんで、今のはこれじゃないです。今のはこれじゃないんですよ本当に。トップからラストにかけてどれ、あーでもね、最初は結構甘いかなっていう感じだけど、なんかねラスト際の方が私はすごい好き。残りがぐらいのテンションでいいかも。だからもう空間に振りかけてそこを通るぐらいのふんわり感だけで私はつけてました。うわ可愛いよね、このなんかこう上のなんか玉が可愛い。こう玉が可愛い。この玉が可愛くて買ったまである。玉がいいんですよ。うん、かわいい。なんか水色ピンクって感じの女の子っぽい匂いです。これはすごくおすすめ。だけどなんかあんまりつけすぎると甘っってなるから。あんまってなるから、もうほんと一回だけピュッてスッて取ってもうそれで終わりにした方がいい。なんかでも好き嫌い分かれるから、嫌いだったらごめん。でも私はすごい好きな匂いだったので使ってましたね。結構使ってた。逆に教えてほしい、いい匂いの香水。白はねつけてると車酔いするんですよね。つけて車に乗ったら、なんか分かります？独特じゃないですか白って。白のサボンもホワイトリリーも結構独特。ガチのがあるけど教えたくないんだよな。あれ、え、あれ、香水押しかぶり拒否の人ですか？やめてください、それ、そういうの。そういうのやめてください。でもそういった意味ではオーパラディのサボンもめっちゃいい匂いだった。けど多分もう使い切ったので買わないと思う。すぐ飽きちゃう。浮気症なのかな私実は。でもなんかほんと香水いっぱい持ってる人って浮気症なんだよってマリナに言われて、あえあってなった。ジミーチュークロエ、クロエか。あ、でも最近出た
アルミニウムだったお店で買えたらグッチのあのなんだっけグッチのね白い箱のお乳のやつ、でもなんかグッチつけてるとグッチだなってわかるからな。え、送った？ A さん送った？来てないよ、まだ。グッチはグッチって私も分かるもん、通った人グッチつけてたらグッチだ。分かっちゃう。鼻いいから、うわーシャネルだ、あーグッチだってすぐ分かっちゃう。送った？来てなかったよまだ。え、来てないよ。してないです。何番はね、学生の時から長い間使ってたけどもうやめました。なんか学生の時を思い出しちゃうのでやめました。それもね、だから紫のやつでしょ。紫のやつもね、ずっと使ってたんですよ。だからそれがなんか本当にそう記憶に紐づいちゃって、でもなんかすごいね、私の中でね、あの香りイコール学生の時の香りみたいなのがこうもうどんどん脳みそに染みついちゃって良くないんだよね。だからなんか匂いとか味って一番思い出しやすいらしいんですよ。だからなんかね、なんか嫌なんだよね。でもだからこれを買ったらもうあ、リカちゃんの匂いだってなるかもしれない。玉のやつ買ったら思い出すかもしれない。だからこれが部屋にシュッてやって、猫になったんだよな君はとか聞いたら、なんか私のこと元カノと脳が錯覚するかもしれない。やってみてくださいぜひ。まあこれ元カノの匂いって、もう猫とかドライフラワーとか聞いたらもう一発で、あ、脳が錯覚するかもしれない。え、やってみようかな。新しい推し活。
だからなんかなんでか知らないけど最近みんなリカこと見るたび切ない顔してくんだよね、なんでだろうなんかお見送りとかであみたいなやり始めては多分脳が錯覚しちゃってるんだって思うようにするねうつにしかならない気まずい感じないはずの思い出脳内再生されるやつでしょ、海とか行ったなみたいなレッスンもらっても気がなるんでしょう。リカのね、でも最近使ってる香りはなんか多分私の使ってるシャンプーとか柔軟剤とすごい相性が良くていい匂いって言われますよ、よく。まあ教えないんだけどね、絶対に。柔軟剤秘密です、柔軟剤は秘密です。柔軟剤は秘密です、全部秘密。気になる気になるんでしょう、そういう魂胆だから。でもいい匂いの香水つけてるとき、焼きそばとか焼き肉に刺されたり効果考えたりするよ、気にしないかもなんか気にしないかも。私は友達いないんでそんなシチュエーションあんまりないんですけど、ないんですけどもしも誘われても気にしないと思います。眼圧でもご飯食べに行くときってあんまり香水つけないかも、私マナー的に。今日はご飯だけって思ったら香水つけない。だってなんか嫌じゃない、ご飯屋さんに香水きつい人いたら。別にきつくしなきゃいいと思うんだけど、なんか気分的につけないですね普通に。焼肉誘える世界線探しの旅下げ？
か友達って言っていいのか分かんないけど、友達みたいな人とご飯行く時もなんか友達みたいな人とご飯行く時もやっぱご飯だけの日は香水はつけないですね。なんかいや女の子ってだから前も言ったんだけど、普通になんか香りのついてる例えば髪のスプレーとかよくするんですよ。だからなんかそうするとなんかなんかなっていう、だからどっちもなんか喧嘩するじゃん。こんにちは。でもみんな、でも何か不幸しいな今急に思った不幸しいな。いつも思考回路私おかしいんだよな。何がデモだよな。接続書も間違ってるし、かわいい不幸しだから、それが今日のワンピどこのでしょう。当ててください。今日のワンピはどこのでしょうか。当ててみて、答え言うから。シンキングタイム。誰も答えてくれない。誰も答えてくれない。どこなんでしょうか。誰も答えてくれない。砂スナイデル。
ファイナルアンサー？ファイナルアンサーでいいですか？ファイナルアンサーでいいですか？ちなみにインナーとワンピース違いますよ、ブランド。このインナーとこのワンピースはブランド違う。ナイクラシーン最近ね、私がタグ付けしてるからね、覚えたんだね。かわいい多分わかんない中で絞り出して、シーン率高いなって書いてくれたでしょ多分シーンってね、激安なんですよ、激安ブランド。おっしゃる通り、それで覚えました。かわいい。違います、シーンじゃないです。インナーはリリー・ブランっぽい。悲しい、高見えしてないってことか。高見えしてないってことか。結構みんな安いブランドばっかり言ってくるってことは、高見えしてないってことかな。悲しいな。インナーは砂かと思った。正解、インナーは砂です。これはスナイデル、前も着てたよ。スナイデルです。やっぱり正解、正解。ワンピースは、ワンピースは、ワンピースはどこのでしょう。トリートとか確かにこういうの売ってそうだな、トリート。はじめまして。トリートじゃないよ、トリートじゃない。高そうに、いやそれがね、さっきみんなね、なんかすごい休みしてるみたいすごい休みしてるみたいで悲しい気持ちになった。エピヌちゃうねん、難問すぎる。男子はわかんないだろうね、男子は分かんないだろうね。アメリ、お、違う、アメリ知ってんのすごいね。
ZOZO で売ってるか、すごい安見えしてるってこと、このワンピース。もう着るのやめようかな。リホリックちゃうねん。マーキュリーデュオ、なんで知ってんの。デュオじゃないです。マーキュリーデュオ可愛いよね。でも最近見てる、さ、私は最近可愛いなと思った、ココディールが可愛いなと思った。ココディール、ココディールだっけっていう服屋さん、最近よく拝見してます。ここでいる、かわいい。あとはね、やっぱね、そのなんか有名ところっていうか、かわいい服屋さんかぶるんですよ、人と。ここでいるはあんま着てる人いないからかぶんない。ずっと何喋ってんのこいつ。一筋の光が見えてるから怖いものはなかったね。やっぱなんかこういうさ、ひたすら意味わかんないこと言ってる人いるよね、たまに。ちゃんと悪口。プリベベじゃない、プリベベじゃないんですよ。ハニミハニ、違います。でもそれ相応に見えてたってことかもしれない、それ相応に見えてたってことかもしれないです。ヒントとしては、レディアゼル、レディアゼルじゃない、レディアゼルも可愛いよね。え、レディアゼル可愛いよね、見よ。レディアゼルに可愛くないかな。そうだ、レディアゼル忘れてた。正解出ないな。え、かわいい。え、だからさ、なんでこのトレンチコートみたいなやつ流行ってんの。全然かわいいと思わないんだけど、これに関しては。かわいいんだこれ。横っ腹寒そうな服しかねえな、これ。横っ腹寒そうな服いっぱいある。こんなに出ないことある。正解はてか今日の服もおしゃれ、ありがとう。ありがとう。正解は普通にグレイルでした。こう黒いのはグレイルで、下が砂。見えた。いやいや
さっきまでコメント GU ユニクロ島村出てたよ。高見えしてないか。シュン。こうやってどんどんあるのに着ない服が増えていく。みんな知らないもんね、女子のブランドとか。NGT48 応援する会の会長をしています。そんなのあんの？そんななんだ。初めて知った。私 NGT だと思われてないのかな。私も一応まだ NGT なんで応援してください。知っててもあれやろいや、なんで知ってんのとはなるよ。なんで知ってんのとはなるけど、皆さんお買い物どこでするんですか？普通に店舗に行くとしたらどこでするんですか？なんかバンダイとかだと私はよくザラか伊勢丹のメイクのところか、ビルボのスナ、あそこなんだっけ、もう一個ミラとスナあるよね。あそこに行くかなんですけど、この間も普通に公演の合間にスナイデルで買い物してたロケの服ねーとか言って劇場を飛び出して、彼女行った時アラフォーレとか、原宿ラフォーレ私もよく行ってましたね。東京に住んでた時は、東京に住んでた時はでも新宿のエストとかルミネ行ってました。昨日アベールで服買った。アベール可愛いのあるよね。私もよく見ますよ。島村もよく行くし。島村はね、私の好きなね、あの歌い手さんがねコラボ商品を出しててね、あ、推しの話になるとすごい早口になってすいません。なんか私の好きな歌い手さんがコラボグッズを出していまして、そこに、なんかグッズとかたくさんあったので買いに行ったりもしてましたし、なんかすごい可愛いクッションとかもたくさんあって、そういうのをなんか買いに行ったりとかもしてました。はい、なんかでも島村でこのクオリティなのかと思うぐらいすごいクオリティが高くて、とってもなんか可愛かったです。はい、オタク特有のってやつですね。
一息にどれだけ詰め込めるかの勝負になるよね、オタクって。スクランブルスクエア、何の店があるの？何の店があるの？ハイブランド、やばい、わかんない。グレイル DM した、すごい急になんか英語喋り出したのかと思った、ゆみちゃんが。DM 来ないんだけど、さっきからなんかレイさんのもさ待ってんだけどさ、あ、来た。これじゃないかも。なんかね、2種類ぐらいあるの、似たようなやつ。これじゃないかも。もう一個のやつかも。うん。わかんない。どうだろう。ちょっと待ってね。ガチで探してた。特定班すごいね。明日の洋服何にしようかな。じゃあリカメのファンの子たちは白色の洋服着てきてください。白色の洋服、白、全身真っ白、あれにしよう、あの次のライブの予行練習、予行練習しよう、ドレスコード白にしよう、白に。明日リカのファンの人たちはみんな白色着てきてください。ライブの予行練習どう？
Y の時代が来た。確かにそうだね、確かにそうだね。白いスウェット着てるもんね。でも白って一口に言っても、じゃあオフホワイトも白に入るし、時代が追いついた、うん、なんか心なしかこのアバターも嬉しそうに仁王立ちしてるように見えるわ、治療の。D キャンディのワンポイントロボティは、いや入るでしょう、全然入りますよ。そんな何かこのアバターが言ってるみたいな感じだった、やっと時代が追いついたって。よくわからん、このチーズのアバター、これはもう決まったね。どこで拾ってきたのかも覚えてないアバター。ちなみにね、サロペット来ますか。サロペットリカ？あんま着ないかも。明日髪の毛何にしよう、何も思い浮かばない。ハーフツイン、こないだやった、こないだやったの、ハーフツインはこないだやったの。マジで思いつかないな。
や思い浮かばないな。編み込みカチューシャ、まあ悪くないね、悪くはない。みんな体にいいものって聞いてさ思い浮かぶもの何？体にいい食べ物。野菜、納豆、レタス、トマト。リンコ、菊池リンコさん。海藻、海藻サラダ作ろう。決めた。海藻サラダ作ろう。みんなも海藻食べた方がいいよ。なんか今ねパッとしたものがね浮かばなかったんだけどね、海藻って言われて確かにって思った。なんか体に食べたものが自分の体作ってるんだよって言われて確かになったの。ヨーグルト R1 でしょ。でも大体 R1 飲んどけばなんとかなるって言うよねみんな。R1 とポカリだっけ、飲んどけばなんとかなるよって言うよねいつも。
風邪ひいても。不溶性植物繊維か、なんか知識出してきててうざいやついるんだけどえ、なんか知識出してきてて うざいやついるんだけど、何急に何こんにちは。不溶性植物繊維ググりましたね、急になんか難しい言葉言ってきて、バカにしてんのか。こないだリカね、改めて思ったことがある。このシャメ会の話したじゃん、でハートが下手くそっていう話したじゃん。みんなが指ハートもみんなできないんだよ。だいたい東急ハンズになってるか、あの普通にピストルみたいになってるか、こうなのよ。でもだいたいこうなって東急ハンズみんなできないのよね、これ。なんで指ハートできないの？キュンキュンですやってみたい言われるの。でもそのあなたがやってるキュンですはキュンですじゃなくて東急ハンズだよって。これ指ハートできやしないやろうとする努力をしてくれ。あのできやしないじゃなくて、こう第一関節と第一関節をすり合わせる感じ、わかる？ここがハートの形ってことなの、わかる？逆キュンもできないでしょ、逆キュン。逆キュンって言うんですよ。してるつもりなんだが、できてないよ、レッツさん。あんたはちゃんとできてないから安心して。親指そっちに曲がらないねえ、諦めるの早い。みんなできやしないとか、親指そっちに曲がらないとか、こうなんでできないの、みんな不器用不器用なの。こうか、こう、これは逆キュン。こうやってやってみてね。関節太くてしづらい早いよ諦めるのが。こうやって、こう、ほなやってみて。できやしないじゃなくてやってみるできやしないって何指ハートできやしないってめっちゃおもろいやんねえ。
んない。あなた。できやしない確信。俳句みたい。指ハートできやしないよ言われても。みんなができるハートって何？どれならかい？これもできないじゃん。これもみんなおにぎりになるの。これもできなかったら何ができるの？あった。これは？これ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 。これはどう？このハート。逆もあるよ。できない。できないということで。これなら簡単なんじゃない？これこれは？どういう仕組みですか？中指を伸ばして人差し指を曲げる。こうなってる。全部指つりそうになる。これならできるでしょ。これこれやって。これこれもこうならないでね。こうおにぎりだからこうだよ。みんなおもろいね。なんでできないの？ねえ、おにぎりしないでって言いそう、お話し会の時とか。関節もう一個プリーズ。ハートに縁がない人生だったんかな。もうみんな下手なんだよね。なんでそんな下手なの、マジで。指と顔つった。顔はどうして？顔はどうしてつるの？こうハート作ってる時にみたいになってるってこと？そんな必死になってまでやらなくていいよ別に。ねえ、君たちさ、不器用。不器用の何？不器用神？不器用の神様？ハートは作れなくても例のポーズはできるのでしょ。これこれでしょ。ちょっと待ってね、仕事する。
こういうハートマーク、なんかどうやってやるのか分かんないけど、こうこうもあるし、なんかなんかの講演会なんだっけ、なんかの真面目な集まりの時にゆかちゃんといかにバレずにハートをいろんな形で作り続けるかっていう、あの話聞きよって話なんだけどゲームしててずっとなんかこうやって髪の毛やるふりしてってやったりとかなんかでも一回使ったハートはもうダメなのだからでやったりとかしてバレないようにバレないようにってやったりとかこうやってやったりとかして、すごいそういうね遊びをしてた、ずっと。で、なんか一回やったやつやった、それさっきやったそれさっきやったからバレなかったよバレてないバレてない、人の話聞かないから。なんか SNS 講演会みたいな時とかもあゆとずっと落書きしてたし授業とかね、私向いてないんだよ、なんかそういう集団で受けるやつ。無駄に細かくて、なんかこれ一回やってもこれならいいから。でもこれでかいじゃん、こういうのとか難易度高い、これ得点高いからだからもう頭かくふりしてあ、そうそう、こういうの得点高いから、でかければでかいほど、だからこれが一番得点低い授業中とかにやってみて、バレないようにってやったりとか。でもこれやっても、これやってなかったらこれもありありとあらゆるハートを作るっていう。一番点数高いのは隣の人とこうやって作るやつこれが一番得点高い。だからこうやってハート作ってって言って、こうやって肘かいてるふりして、こうやってハート作ってってやるしかない。これが一番。だから皆さんも離れた席の人とかとやってみてください。楽しいよ、話聞けよな。はい、そんなこんなで、どんなこんななんでしょうか。7位がたけたけさん、6位がめぐ姉さん、5位があだじでずーのさとるさん、4位がほっかーさん、3位がのぶさん、2位がびすこさん、1位がほりもきさんです。ありがとうございます。この間のタワーサインなんですけど、もうちょっと待ってください。明日の公演の写真とかも含めてやるので、ありがとう。夜もしかしたらインスタライブ少しだけやるかも、わかんない、やらないかもしれないし、やるかもしれないし、夜中かもしれないし、ちょっと気が向いたらなんですけど、やってもいいですか。ちょっと早めにやりすぎちゃったんで配信いいですか。はい、ということで、皆さんいつものごとく配信が切れません。これね、切るのやめたみたいです、この端末押してるんですけどね、ずっと
じゃあちょっとこっちで終わるね。また見えなくなるんですけど。はい。